今回は天魔の古城五等分キャラで僕壊してみたというわけでね、待望の天魔の古城が本日降臨しましたというところで、まあ、ミクを筆頭に、その、まとめ動画のように言ってたけど、結構五等分のキャラはね、使えそうなんですよね。いつきが試練さんしかり、まあ、ミクで天炎さんしかり、あと、まあ、一体差しでも他のキャラ面白そうなんで、ちょっと分けようかどうか考えたんですけど、まあ、多分、分けなくていいからなということで、おそらくこの動画で五等分のキャラをもう使いたいだけ天まで使う。で、1から10までミクはやるけど、他のキャラはちょっと、いつきは、わかんないけど、まあ、ニノとかあの辺に関しては、多分本当にいいところだけ抽出したカット編集になってるんじゃないかな。まあ、そんなわけで、天炎さんで、まずはミクから使わせていただく。これはもうほぼ確で、これからの、まあ、ガチパには入ること確実なんで、まあ、艦隊でいいのか、まあ、ちょっとラスゲにね、まとめ動画でも言ってたけど、その、銃像一体入れて、その追撃ズパンって当てる必要があるのか。で、あとはまあ、マムルとかも入れてもいいかなと思うけど、まあ、このミク艦隊でやらせていただく。ただ言ってたけど、別に、艦隊が最強になるかはね、ちょっとわかんないね。あれこれ触れたっけ？これ友情コンあれん？あれこれ今、私触れたっけあいつに、ゾンビに。ちょっとこれ、ゾンビ友情コンボで死ぬのかも、ちょっと、あれなんか、触れて削ったっけ？これで、はいはい、カンカンカン、友情で死ぬあれ。あ、死んでる！1000万ぐらいいただきましたこれ。あれやっぱ、まあ、今回紋章ついてないのは、私ワンパン動画で紋章普段使うから節約したいからですね。ちょっと申し訳ない。ここをじゃあぐるっと回って、どうだろう ?1、2、3。これで3フレ。どう あちゃーちょっとギリ足りないか。まあでも紋章ついてらいけそうか。で、地雷持ってて多分こんだけで、地雷なしでこんだけかな。まあ、2手かければ余裕だし、多分立ち間、打ち方次第では1手でいけるか、これ。まあ逆にこれで、いい感じの調整が、もう完璧に整えられてますよっていうこと。まあ多分これで、倒せるっしょ。倒す。倒す。あれだ。これ本当に最近ノストラで見たのと一緒。ここにだからあれだな、マムル1体入れて、火力ちょこっと上乗せできるから、高スピアップの 1.2 倍分。それ入れるの結構ありかもしんないね。だからミクの、ショットで、ちょっと気になる人は、マムル入れるのガチでありかな。特にミク複数体積んでると、これ、ウォールボム、やっぱ、ほらこれやっぱ、紋章つけるか、紋章つけられない人は、やっぱ、マムルつけたりとか、その辺しとかないと、ちょびっとだけ、ちょびっとだけ火力足りないっすね。で、これで、はいはい、倒していきますと。で、あと、こう、使ってみたらやってたね、ボス特攻で、もう、ほら、普通はこれ、クエストの仕組み上さ、敵にたくさん触れないとダメみたいなのあるじゃないですか、これ。この敵に触れるたびみたいな。だから、直接こんな入り方して、いや、いけるのかどうか。だからこれ敵に触れたくないのよね。いけるか。あ、触れた。いや、ちょっと待って、違う。店員さんやってる人はわかる。こんなショットで、普通削れるのって、多分本当にこんだけ、このぐらい削れたら程度だから、左手、よし！ちょっとこれ、遊びでこれやらせて、私に。どうこれ。はい。どう。これ、やっぱ使ってみたわ。いいとこ抽出してる。まあ、さすがにね。あんなことは速攻できませんけど、ただ、まあ、これもそのまま。これ角度的に。いや、これ多分入れ番するな。まあ、とりあえず大賢者も先を見越して使っておこうか。いや、ここ挟まって弱点のない方に行ってもどうなのか。どうだろう、これ。はい。で、これす。いや、意外とこれスーって言って反対側行くから。いや、これ楽でいいな。しかもこれ、反射だとめんどくさいんですけど、貫通だとね、意外とやれるから、これ多分もう余波でいいっしょ。はい。で、カンカンカン。あー、オッケーオッケー。よし、余裕余裕。しかもこれね、ミクのいいところは、SS の自分に対するバフと剣のバフ重複しないから、いや、いい感じになるんですよね。だからここもだから、ゾンビ処理。おい、おい。いや、普通これで倒せないんだよ。やっぱおかしいな、この人やってること。で、蘇生で、まあ、出てきちゃうか。ただ、ここで2ターンになったんで、ここからは、はい、ぐるっと回って、上行って、カン。いや、やっぱ1殴りの削りじゃない、これ。やっぱ、なんか常に、綿摘みバフ入ってるキャラを使ってる感覚が、一番しっくりくるわ、これ。横勘で、上がり下がり。まあ、まあ、こんなん決めちまったら終わりですよ。ちょっとじゃあここで1段階目使ってみようか。せっかく剣持ってるから、うん、そうだね。ここで強さ見たいな。
できれば1段階目の削りと2段階目の削り両方見たいから、ここで、さあ、縦勘でいくか。縦勘でゾンビはまあこれで死ぬでしょ。これで侵略するでしょ。はいはいはい。縦勘でどれぐらい。やばい。やばい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 。いや、まだ弱点出てないです、これ。いや、弱点出てないのにやってることじゃないの。で、こっから、じゃあ、そうだな、普通にやってみようか。あんまり難しいショット、そんななんかぐるぐる回って一回ドカンじゃなくて、こんなん、まあ、だから初心者さんがね、できるやりやすいように横勘で上がっていきます。で、アクセラレーターも入ってるから、加速もあります。ここからだからどうなるかね。ほい。ほい。横勘で上がる。上がる。さあ、こんなんでいいんすか？こんな負けないよ、お好きにどうぞ負けないからって。いや、そりゃこんな性能持ってたら、そりゃ負けませんわ。どうすかなこれ。まあ、まあ、ここでも使っちまうか。どうせ温存しといたところでみたいなのはあるし。うん。で、まあ、ちょっとぐるっと回って1段階目で倒せるかどうかか。いや。どうだこれ。縦勘でいけるか。縦勘でこれいけんのかな ?1、2、3。多分敵3フレから始まるのよね。いや、ミクを実装してくれたけど、私もこのクエスト、いっちゃん嫌いって言っても過言じゃないくらい嫌いだから、はい、縦勘で。いやって、おい、ノンノアルファ見てるか、お前を超える逸材がここにいるぞ。おい、ノンノアルファのやってること、ちなみにこれ継続するからね。ここで SS が終わりだったら、まあまあまあ、ノンノアルファも役割ありますよ、だったけど、いや、もうノンノアルファこれ、ノンノアルファここで打ったら、もうこの後、ちょっと、あんまり役に立たないんだよな。ちなみにこれ普通に打ったらどうなる？これ、だから反射で挟まるのは、苦手だから私これやりたいのよ。どうか。いや、あー知ってるぞ、したいこれ。どうこれ、削り。おあああこれな、弱点なく。ああこれは知らなかった。いや、これ、やべ、十蔵これ自意識過剰君になってた。やべ、十蔵もまだまだ使える人でもあるけど、あ、これいらんわ。縦勘で。こんなもん、はい。縦勘で、雑種、雑種、雑種。あ、やばい。あ、まずい、これ。これ、あ、まずい。あ、あぶね。いやー、まじっすか、これ。あ、十蔵の枠、正直、これ、ナイス。で、いや、これ、最高の相棒だよ。いやー、これは、努力が見えましたね。完全に終わりじゃねえか。いや、ちょっとこれ、うわー、なんかガチガチにしてみてー。これ、ちょっと待って、これ、わたつみ入れて、バフ入れて、紋章もつけて、これガチったらどうなるか試してみたいわ。何体だ ?1、2、3、4、5、6、7、8。8体だから ?3 倍か。3倍バフを入れた状態のミク。だから本来だったら、魔族キラー、魔風GLで。魔風GLのミクが、これで、3手でいけるのかどうかよね。どうだろう、これ。暴れ回った方がいいのか、これ横勘にした方がいいのか、どっちがいいんだ。ここを、ここで一手で抜けられなかったらちょっとまずいよね。横勘でこれいけんのか。はい。で、これで、はい。いやいや、あ、やべえ、これ。いや、ちょっと聞いてない。ちょっと、それ知らない！何これ！こいつら残るの！ってことは、一手で、この、こいつらも合わせて倒さないといけませんよと。つまり、だからこのぐるぐるアタックで、で、侵略する。一回殴る。で、殴る。やばい。あ、これ、いや、今、いや、ちょっと内側に収束するショットしただけなんですけど、こっから、どうなんだ？ 3 手でいけるレベルなのかな？そして、まあ、ここは別に、なんか難しいことは特にありませんよと。まあ、適当に、まあ、ぐるぐる回れば、確実に倒せる。この線ほんと好きだわー、これマジで。あ、一撃なのね。あ、そっか、わたつみバフあるから。しまった、これちょっと余波でボスまでいかないっすか。アクセラレーター！いやー、ダメか！どうだろう、これ。一手で、わたつみ倒せなかった。一手で倒せるレベルじゃなかったら、罪なんすけど、どうだ、これ。横勘した方がいいのか、縦勘で右にずれてった方がいいのか、謎だな、これ。うわー、でも、縦勘しろよ、みたいなこと言ってる。いや、でも横勘して弱点殴った方が強そうか、それとも、帰ってきた方がいいのか、これ。でも、帰ってきても2、3回よな。ただ、横勘した方が強そうか。
まあ倒せるのかどうかね。まあこれお遊びだからちょっと火力感見ようか。はい、どうだろうこれ。はい、え、こんなことできんのこれ。そしたら試練3で五木だね。これ使っていこうかなと思います。まあここも順当に適正なんですけど、編成は艦隊じゃなくてちょっと鬼丸とかこの辺のキャラを組み合わせました。まあこの辺は再装 SS のね特徴と合わせて使うといい相性が叩き出せるんで、その辺気になりますよっていう感じね。だからまあ普通にこれだからウォールブースト M 持ってるから殴っていくと、まあキラー M、実質キラー M なんで、おー、殴り強いですよと。まあここで順当にね、スピードアップが乗るからっていう強みもあるんですけど、それ以外にもね、まあいろいろ面白いところがあるんで、あと友情ブーストでルビーの友情強化できたりとか、だから今はそれやってたっぽいよね、多分。まあこれでなんか殴りに行って、まあルビーの友情と合わせて助かりますよと。まあもともと五木の欠点は、あの殴り強いけど速度系の強化何もないから、それは補ってあげないと、まあ多分使ってる時にね、裏近畿でも思ったけど、やっぱ少し気になります案件だから、気をつけましょう。まあこっからはじゃあ、いいところ抽出的な感じで。強なくいや、殴り結構叩き出すな、これ。よし、そしたらね、1段階目の SS を使うんですけど、まあ、ここのゾンビ処理にもね、使えるのかどうかっていうのも気になるし。で、あともう一個。ちょっと使うの我慢してたんですけど、ここでちょっとね、五木の気になる点があって、それが、まあ、再装 SS をこっから打つじゃないですか。ただ、今、友情使ったのは、鬼丸と、いや、鬼丸こっちか。五木だけですよと。だから、ルビーをまだ使ってないですよね。だから、ここでほら、再装中に、触れたキャラは、こんな感じで友情出せるんですよ。その再装前に使った友情はダメだけど。だから、わざと、例えば、鬼丸に触れないとか、そういうやり方をすることで、例えばね、今すげえいい陣じゃないですか。これを、再装中に、パワーフィールドまとわせてぶん殴りたいなって思ったら、再装する前に触れなかったら同じことできるんですよね。だからそれがね、五木艦隊だと結構容易になるから、個人的には、友情比よりも、パワー比の方が良かったなと、少し、思ってるところで、あります。もうちょっと五木の友情単体で見てみたいから、どうすかなこれ。横勘で一応横上がり、万が一倒せなかった時が怖いから。はい、どうこれ。あ、足りねえ。あ、足りねえ。いやこれは理想じゃないっすわ。ってことで1段階目使って、ちょっとこの鬼丸の位置がすごいいいところにいるんで、これ縦勘で、薄くいって、はいはいはい。で、鬼丸の友情コンボは使わず、再装で、パワーヒート展開させる。触れろ！よし、完璧！そう、これ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 ！そう、これできる！これ、じゃないの？おい、何してんだお前！もう、いや、めちゃめちゃ、だからこれね、まあ、再装 SS は、停止した時に近い敵に向かって走り出すから、まあ、ルート取りが絶対に変な感じになるんですけど、まあ今みたいに鬼丸のパワー比を展開させながらぶん殴るみたいな。まあこれできるとかなり強そうよね。でヒーリングウォールもあるから、まあルビーの回復もここでできますよっていうのも、まあ一つの強みではあるかな。なんでどうだろう、まあ使ってる感じさすがにね、まあムキムキ紋章をつけまくりルビーとか、あとは、まあ、ここも SS 使っちゃうけど、まあ、正宗エビスとか、煉獄エビスとか、マイキーとか、まあ、すでに天さんはね、試練さんはね、もう、あまりにもぶっ壊されすぎて、たくさんの最適キャラいるんで、本当に何も持ってなかったら、まあ、イツキも強いかなみたいな感じはあるけど、さすがに、まあ、何かしらのね、簡単って言われてるようなキャラたち、昔の、そういうキャラ持ってたら、ちょっとイツキの採用どうだろう。まあ、あと、どうなん、単体でどうなんだろうかな。まあ、とりあえずこれ殴り強い。ちょっとここ1段階目でやりたいな。だから極力仲間の友情は再装中に使うっていうのを意識すると、またちょっと使い方変わるのよね。ずっと我慢してました。いや、本当になんでこのセリフが、あ、強、あ、いや、意外と、やべ、ループ思ったよりも強い。なんでこのセリフが本当に、一発目の SS ボイスになるのかは、本当になる。でも、いつきの使ってみたら、いつきファンはこれでええのかみたいな。他のキャラは、名シーンのイラストを使ってんのに、とボイス使ってんのに、いつきだけ、私我慢してましたって、この、食ってるのいいのかって言ったら、いや、私は割といいですって言ってた。
いつきはそんなキャラなのね、マジで。SS 使わないで、ここを左上に止める。こっか、おま、パワー出し。あー、オッケー、完璧完璧。まあ、やっぱパワー型はね、止まりやすいの分かってっから。じゃあ、ここで、いつきの SS を使って、よいしょ、OK、危ねえ。これで死なれたら終わりだった。で、再装中に、本気出したいから、ここはちょっと縦感で薄くいくような感じ。さあ、この理想の状況で、いや、思ったより強っ、いや、思ったより強っ。で、こっから、ちなみにこれ、再装バフはムキムキバフなんで重複しないですよね。ほら、なんかムキムキ状態出てきたんです。これ、鬼丸触れろで、ルビー鬼丸触れろ、おい、触れてねえ触れてねえじゃねえか。いや、逆に言うと触れなくても強い。地雷原則持ってるんで、試練読んでね。まあ、貫通だから一体編成ぐらいだけど、ちょっと友情コンボの強さがね、私気になってるの。だから、ここで、カンカンしてずらしてって、めちゃめちゃ動きまくる。まあ、こうやってパネルを触れて、スーっていって、はいはいはい。さあ、これで、どう？あ、これわかる、これわかる。うん、おーこう、こう打って。これで、これ、どうだ？ほ、ほ、ほ、お！おお、これ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 ちょっとわかりにくいけど、やっぱタッチ貫通弾弱点に当たった時は、いや、ちゃんとやってくれる。意外とこれ友情コンボ通るな。やっぱ、やっぱこれ弱点キラーが刺さった時はマジで強いから、じゃあこれ。まあ、ヒット目で結構減ってるからあれだけど、どれぐらいの速度で削ってくれるのか。いや、これはこれで、おう。いや、ダメだ。今のぶっ壊れキャラに見慣れすぎてて、いや、削るのがすごいんだけど、おう。見たことある削りだな、みたいな感じになっちゃった。いや、やっぱこの二人が、この二人がちょっと頭おかしすぎて、まあ、嫌えるごときではさすがにこの二人に届かないんで、まあ、ちょっとそこがあるかな。そしたら試練の9で、ニノだね、アナスタシアの、代役として、これ一応使えなくはないかなと思って今俺やってるんですけど、意外と使い勝手いい。やっぱりバウンドチャージでね、SS 早く溜まるから、まあ、悟りの SS とかもガンガン使えたりする。で、バフ SS も持ってるんで、まあ、ちょっと、みんなにバフは多分ほぼ無理なんであれなんですけど、まあ、弱点強化入れられるから、それとバフで、うーん、すごいあぶねえ。あぶねえ。で、炭治郎さんのね、この SS、早く当てられるっていうこともできるんで、敵の数増やせるっていうこともできるんで、そこのサポートも一応できますよと。なので、まあ、アナスタシアの方を持ってたらアナスタシアでいいんですけど、もう、持ってなかったら、割と、こっちでも、まあ、全然いけそう感はある。触れろ！よし、OK。で、これで、どうかな？これ。何億だったっけ？これの合計 HP。10億あったかな？こっから当てて、5億！どうだろう？ゲージ飛ばせるぐらいにはなってんのかな？これ。まあ、なってなくても別に SS 連打でなんとかなるんですけど、まあ、ちょっとこれ試したかった。これで切り裂けるか。あ、ラスゲになってるめちゃめちゃ削れてる。グダってたから全カットだったと思うんですけど、まあ、全然2ので火力足りるぐらい。まあ、悟りがいたらもう大体なんとかなるから、まあ、アナスタシア持ってなかったらね、別に、Uスピアップの U とかで強化とか、まあ、バフで強化とか、あとスピードアップでね、たくさんの敵に触れられたりとか、いろいろとそんなにね、まあ、アナスタシアの方と、明確に格差あるかって言われたら、まあ、重力の有無くらいか。そのぐらい。だから、バフかけるときに少し気になるかなぐらいで、それ以外の通常時の部分は、まあ、ニノも、なかなか活躍できたんで、1枠足りなかったら、ニノ全然あり、悟りと組み合わせてみてください。そしたら最後に、四つ葉で試練の2だね。魔法陣対応はないんですけど、それ以外は全て対応してますよということで、まあ、とりあえず少なくとも、道中、まあ、道中のそのステージ突破役としては全然使えるかなみたいな。ただ、まあ、ボス戦からになってくると、まあ、SS のね、遅延とか使ってこんな感じで、まあ、同時処理をね、無効化したりっていうのあるんですけど、見たらわかる通り本人の火力が。いや、このクエストでは魔封じ刺さらないのと、ロングパワーモードがね、これ見たらわかる通り、一瞬で消えてるじゃないですか。本当だったら2回継続なのに。これなんでかっていうと、クエストのバフと重複するっていう悲しいものがあるので、ここでは
ただのスピードキャラになってしまうというのが少し気になります。ただ四つ葉の利点はアンチブロック持ってるっていうことなんですけど、こんな感じでこれできるのガチで強いです。いやだから私前々からなんか試練のに最終的にぶっ壊すのはブロックまで完璧に対応した、もう4アンチアビ全て試練2のために用意されたキャラみたいな話をいつかのどっかでしたような気がするけど、うん、もうその時代過ぎ去ってしまったような気がする。いや逆にここであえて四つ葉ここ完全対応でも私良かったんじゃねえのかなってちょっと思うんだけどね。ねえこれ今これカットしまくってるけど結構遅延打ったんで、なんだっけ、ダルタニャンアルファ使った時も言ったけど、この覚醒する系のやつって遅延とは超相性いいんで、こっから覚醒したら見といてくださいよ、この覚醒した時の遅延の量ほら結構遅延かかってんのよね。いやだからそういうこともできるから、いやこれな、減速壁のさらにプラスそういうことつけてくんないかな。でアンチブロックを持ってるからこういうね、もう適当雑ショットでも、はい頭の上、はい入らませんいやこういうね雑ショットでもこれ上でカンカンできるんで簡単に削れるのよね。そしたらあとはカンカンするだけなんですけど、あとこれねコメントで教えてもらったんですけど、 SS 中四つ葉のリボンピコピコ動いてるって書いてあったんですよ。いやそういう細かい再現嬉しいね。いやこれは報われてないぞいやこれは報われたとは言えへんぞ。いやこれ、いや減速壁と、いやこれ魔法陣つかないかな。いやおこがましくないでしょ。いやこれは別に全て得ようとは思ってないから、なんかやってくんないかな。まあそれでカン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 、やべ火力足りねえ、魔法陣気になる。いやもらえてないって、もらえてないって、風太郎の笑顔だけじゃ足りないってこれもっとよく、いや全然倫理的にもこれ OK だから。いやというわけで魔法陣を情報修正でつけてくれませんかねということで、まあでもこんだけなんかあれなの調整されてる感あるのはなんか伏線だと思うんで、いやだから未来で初めて報われた気がしますと、天魔だけじゃないんですよ、熱帝師だけじゃないんですよっていうのをいつか期待しておりますということで、お仕事ください、何でもします。